続いては架空の都市、これはエグゼクティブプロデューサーの阿部さんに伺いますが、はいはい、三丁目の夕日のスタッフの方々がそうですね、セットですとか、全部じゃあそうです、監督以外は、ね、ほぼ、はい、はい、いい、これはどんなところを注視してるんですか。全く金城くんが演じる歌人二重面相って全くニューヒーロー、新しいヒーローに仕立て上げるためには、いわゆる僕たちの時代での怪人二重面相っていうのは、やっぱり昭和の初期の東京っていうのが舞台になってるじゃないですか、でもやっぱりそこでやっぱり金城くんの二重面相が暴れ回るには、やっぱりその限られたところじゃなくてそこを取っ払う、つまり架空のところに置いてあげることで、例えば昭和24年とかっていうと非常にその限定されたものになってしまうじゃないですか、でそれをですね取っ払うためにこれをいろんなことができるようにそこを取っ払ったというのが、まあ、一番大きな理由ですね。これがまたね、いきなりこう風が思いっきり体に当たっちゃいそうなプロペラでもある飛ぶのが出てきたりとかね、オートジャイロ、すごくワクワクしますよね。金城さん、そういった架空の都市でね、はい、思う存分こう暴れ回る、それ駆け回る演技をしてみていかがですか、その街自体は、このテート自体は。部分がスタジオで美術であるんですけど、部分は CG で後からしかわからないものも多かったので、後からスクリーンで見たときに、ああすごいな、やっぱりね、もう本当にありがたいぐらい、そういう CG チームよく頑張ってくれたなと思いますね。やっぱり発想もすごく素晴らしいと思いました。街並みもまた細かく細かく描かれてますしね、こんなとこまで描く必要あるのかぐらい細かく、そこはまたリアリティがあってこう素晴らしいんですが、さあ続いてのキーワードいきましょう。とこちら出ました、これは言いたくなかったら言わないからね、これ声一番違うとこ言っちゃったのも元もないですから、一応キーワードにしました、二重面相は誰、監督、これはぜひおいおいおいとりあえずそうです、って言っとけばね、劇場で確認してください、そうなんですよね。まあ本当にもう映画の面白さのありとあらゆる要素が、このスクリーンの中にこう一つにギュッとまとまってる映画という感じがするんですけども、躍動感ある映画ですね。せっかくですから、テレビご覧の北海道民の皆さんに金城さんから見どころ、そしてメッセージをお願いいたします。すみません僕へどうぞ。見どころはですね、本当にめちゃくちゃ面白いです。で多分見ないと損するぐらい、見た人は多分見てない人にまだ見てないのって言っちゃいそうに面白いんです。まあ、アクションあり、こういうお話の展開、そして CG、 あとやっぱりその可愛いストーリーも中に入ってて、もうなんかもうこれだって一言で言えないんですけど、本当に面白いです。ぜひ今年のお正月忙しくなると思いますので、多分何回もこの映画を見に行きたくなるはずなので、あそうかもしれない、あそこどうだったここどうだったっていうのはね、はい。